では内装ドアトリム見ていきます。トリム周りは、特に気になるようなところないですね。スカッフプレート周りなんかも綺麗です。こんな感じですね。でシートはですね、レカロシート入ってて ASM の刺繍が入ってるので限定モデルとかですかね。シート自体は結構綺麗ですね。で、助手席は、ノーマルのシートで、まあまあ綺麗な感じですね。でステアリングモモチューナーです。こんな感じ。スレとかは特にないですね。でダッシュボード上ですけれども、まあ特に目立つような乗り跡とかはないですけども、まあ若干ここら辺だけあるかなっていうぐらいですかね。で、WSS エンジニアリングさんのナビキットを装着してカロテリアナビが入ってます。なのでここは ETC とあと USB の充電ポートが、増設されている感じですね。シフトノブ若干なんか色あせ感があるかな。あとここら辺のメッキ類ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、こんな感じで、剥げてくるのが S2000 の結構ね象徴ですね。で熱線スイッチありのこんな感じですね。でここにあのカロテリアのウーハーが設置されてます。ちょっとエンジンかけてみます。もうかかりはね全然スムーズです。なかなかジェイズレーシングのマフラーいい音してますね。よいしょ。ではトランクを見てみたいと思います。HK 層車高調の減衰力調整のダイヤルにょくっと出ていて、こっち側は出てないですね。こっち側はまあここを外してっていう感じですかね。でここはねもうパカッと外すと、何もないです。あのこれちょっとね濡れてるところは先ほど洗車したのでそれがちょっと濡れてるぐらいです。よいしょ。で、助手席の、ドアトリムですね。この辺は綺麗ですね。まあ初期モデルのね S2000 ってことを考えたら内装はかなり綺麗な状態じゃないですかね。はい、以上です。